本来ならこれは統計がすることじゃないでしょう。国がすることでしょう。国がしないなら誰かがしなきゃいけないんじゃないですか。誰がこの国守るんですか。ということでね、それにこうしてあっという間にこれだけの拒否金がです、ね、集まったということは、私はまあこの国をです、ね、救う大きな要素がなると思いますし、日本人に対してですね、国民に対して共感してくださった方はね、本当に国を代表してたね、これは先日の話だけど、ありがとうと本当に心から御礼を申し上げる次第で、またこれからのご協力を期待しております。私から申し上げることは以上です。はい、俺君の会社嫌いなんだよ、嘘ばかりで。朝日新聞反対なんだろ、これに。なぜ反対なの聞いて教えてくれ、その先に。他の質問、嘘ばっかり書く会社は。すいません、嘘というと。いや、あなたは別に書状についてもそうじゃないですか。ワシントンの問題でも、お互いが2日しか出ないことがある、日曜働いてることがあるよ。いかがの書かない方がいいよ、人の中傷のため安っぽい記事を。天下の朝日なんだろう、本当のこと書いたらいいじゃないか。なんだ質問、どうぞ。はい、尖閣諸島の件で、伺いたいと思います。まず今週石垣市長がですね、共同購入を東京都としたいというようなことをおっしゃってるんですが、いやそれはね、お断りしました。これ混乱しますからね。東京がですね、入手した後ですね、どういう責任分担するかを考えていきたいと思ってます。